うも、ゆずきゆかりです。今回、初のボイスロイド対決ということで、ニコニコ、動画や YouTube で実際に投稿している人が面白そうだな、と思って投稿しようと思いました。何にせよ動画を作ってしまえば、自分が生きた証になるのではないか。と、思い試験的に動画投稿をやっていこうかな、って思ってます。自分自身、ゲームがものすごい大好きなので、ゲームを、しっかり詳しく解説できていければいいかな、って思ってます。もしかしたら、ゲームの情報自体、結構曖昧な感じになってしまうので、間違っているところがあれば、ご指摘のほどのお願いします。では早速やっていこう。今回紹介するのはグランドセフトオート3です。一番最初にリリースされたのが、2001年10月22日です。このグランドセフトオート3が初の本格 3D オープンワールドゲームだと思っています。え、オープンワールドって、昔 GTA 3以前にあるんじゃないかしら？確かスーパーマリオ64や初代エルダースクロールズなんか 3D オープンワールドなんかじゃないの。確かにオープンワールドではあるね。しかしながら、実際にリバティシティという舞台に、自動車、電車が走り、リアルタイムでリバティシティという街を舞台に、まるで世界が生きているのかのようなオープンワールドは、実際にはグランドセフトオート3が一番最初だと思っていまス。リバティシティには通行人の NPC がたくさん存在しており、ポンコツ AI ながらもその NPC が大暴れを始めたりして警察とドンパチしている光景を覚えていて、その様子を眺めている笑った記憶があります。開発は、ロックスターゲームズによって開発されています。GTA 3を買った時に、カプコンのゲームだと思っていました。だって、PS2 版のパッケージに、思いっきり、カプコンって書いてあるんだもん。じゃ、なんで、パッケージにカプコンって書いてあるかというと、日本でのグラセフシリーズを最初に展開させようとしたのが、カプコンだったからです。まあゲーム自体は、ロックスターが開発してゲームの翻訳したのがカプコンってことになるね。実際に、カプコンのグラセフシリーズ展開が、後で GTA 3の続編であるサンアンドレアスの規制問題になり、日本中のゲーマーを震撼させる問題へと発展していきますが、この件については割愛させていただきます。GTA 3の最初の展開が、北米版で、2001年10月22日、そして、日本での展開が、2003年9月25日となっています。結構間が空いているね。約2年くらいかな。そこらあたりは、よく、わかりませんが、まだ PC が普及していないところに、一部の PC ゲームマニアが、秋葉原とかに並んで GTA 3北米版を買って遊ぶ人がいました。本当に、一部の洋ゲームマニアが、インターネットでコミュニティサイトを作って、スクショを取って交流する現象が起きました。エリア GTA ってサイトがあるんですけど、グラセフシリーズの攻略サイトです。これが、最初のグラセフシリーズの攻略サイトになるんじゃないかな？多分、当時グラセフシリーズを遊んでた人は、ここで、チートコードなんかを紙なんかに書いて残酷チートやら試ししてた人がいるんじゃないかなって思ってます。というところで、グラセフシリーズの展開のルーツについて話していこうかな。最初に、ロックスターゲームズが GTA シリーズを作るにあたって、ダンハウザー、サムハウザーというゲームクリエイターによって GTA シリーズが生まれることになりました。ハウザー兄弟に関しては、イギリス生まれで、
青年時代にクライムアクション映画を見て、実際にスカーフェイスという映画をゲーム化したら絶対に面白いんじゃないかって感じでロックスターゲームズを設立。そして初代プレイステーション PC 等のプラットフォームで展開させていきます。そしてグラフィックの技術が向上して PS2 が販売されます。そしてハウザー兄弟はこの GTA を初の 3D アクションとして確立させていきます。そうして誕生したのがグランドセフトオート3です。こうして GTA 3はなんと世界で1450本という爆裂的なヒットを生むことができました。以上 GTA 3の解説でした。ご視聴ありがとうございました。